今日の言葉。どうもまです。ハマテレビ言葉編始まりました。今日の言葉はこちら、でるん。石橋を叩きすぎたら壊れてしまうということでございます。石橋を叩いて渡るということわざがありますけども、これはですね、何か用心深く、まあ、行動するというかことを行うということでございますが、石橋を叩いて最終的には渡るというワードがあるんですけども、今回お届けしたこちらずっと叩く人がいて、それで叩き続けてたら、いくら石でもですね、まあハンマーでずーっとやり続けてたら壊れてしまいますから、渡れなくなってしまいますよね。そうならぬうちにですね、渡るためにある橋ですから、渡った方がいいと私は思っておりましてですね、向こう岸を何かやりたいこととか、叶えたいこととか、目標とか夢とかっていうのに例えたとしたら、絶対ね、渡った方がいいわけです。でもね、大多数の人が今僕が発したデモとかっていう言葉を使って渡らないように自分ですることが往々にしてあるんですよ。でもなお金ないしなとか、でもな時間ないしなとか、そういった言葉でこう石橋を渡らないようにして叩いてぶっ壊すっていうなので、ぜひ向こう岸に夢、希望とかチャレンジするものとかが見えてるんであれば、まずは渡ってみる。で、渡ってみたら景色も変わりますし、何か気づくこともありますし、トコ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 ってね、渡ってみるっていう勇気を出してみるといいと思います。とはいえね、そんな、トコトコトコってね、すぐは渡れませんよっていう方々いっぱいいらっしゃると思うんで、そういった方にですね、ぜひやってもらいたい提案があります。私自身もですね、それをやり始めて、だいぶね、フットワークが軽くなりました。それがですね、よくね、会話の中で、一日の会話の中で、どなたかと話しているときに、いや、でもそれはそうじゃんとか、いやとか、しかしとかって使う場面ってたくさんあると思うんですけど、その、例えば一日のうち10回そういうのがあったとしたら、そのうち1回でも2回でもいいから、意識をして、まず飲み込む癖をつけるっていうのをやってみるといいと思います。例えばなんか言われたときに、今までだったら、いや、それ違うじゃん、そうじゃないじゃん、みたいな感じにすぐ返してたのを、一回、なるほど、あ、そういう考えね、ああ、あるね、あるね、うんうんうんって、一回飲み込む癖をつける。意識して、それは。そう思ってなくてもいいんです。とにかく、意識して、すぐ否定をするんではなくて、一回受け入れる癖をつける。で、もちろんそれを受け入れて、それを実践するのも良しですけども、最初のうちは、あ、なるほど、そういう考えがあるのね、いいね。でも、俺はこう思うんだよね。っていう風に、わざとしてれば、徐々に受け入れる、やってみるとかっていう癖づけができてくるので、何か対岸の向こうにやりたいことを見つけたって時に、あ、ちょっとやってみようっていう風にフットワークが軽くなれます。これは絶対やってみてください。はい。ということで、ハマテレビチャンネル登録、グッドマーク、よろしくね。またね。ハマテレビチャンネル登録、よろしくね。